皆様こんにちは。して方宝生流能楽師田崎はじめと申します。本年の夜桜の事前講座はこのようにオンラインにて配信したいと思います。それではまずはこの夜桜能を発案企画し運営しておりますして方宝生流能楽師田崎隆三よりご挨拶申し上げます。皆様こんにちは。夜桜の主催者の宝生流田崎隆三と申します。始めたきっかけと申しますと、およそ30年前なんですが、文部大臣新人賞って芸術選奨っていうのをいただいて、それで、なるべく社会と能と何か結びつける催し物をやりたいと思って、ある時、桜の時期に、靖国神社の、東京最古の能舞台というものがございまして、それの前にものすごくきれいな桜がたくさん植わっていまして、これはやっぱり日本人ならここでお能をやらなきゃと思いまして、それで1年間準備期間を取りまして、それで夜桜能を今回で28回になりますけれども、およそ30年前に始めたということでございます。私31日つまり夜桜の第一夜の三輪っていう世阿弥の作った非常に美しい能の指定を務めさせていただきます。もちろん皆様十分お気をつけになっていらっしゃるとは思いますが、入り口で検温したりきれいにというふうに、消毒したりしますので、それがいつもと違っているやり方になります。それではこれより夜桜能の歴史についてお話を伺っていきたいと思います。過去に2回ほど、やむを得ず中止をすることになりましたが、1回は去年のコロナにおいて延期をせざるを得なくなったと。もう1回はいつでしたでしょうか。10年前でございますね。東北大震災、3.11 でしたので、いかんせんもう、4月の最初にはもうとってもやるような状態じゃなかったですね。やっぱり、なんとか電源車を回してみたいな話はあったんですけれども、やはりこれはちょっともう無理だろうと、お客様もそれなりもう集まるはずがないんじゃないかということで、でやむなく、払い戻しということになりまして、非常に残念でしたけれども、その2回の中止がなければ今年は30回記念となるはずだったと。そういうことでございますね。そうすると第1回、やり始めたのは約30年前となるわけですが、その当時、30年前ですと個人の能楽師がこれほどの規模の滝技の演能会を企画するということはほとんどなかったことかと思うのですが、いかがでしょうか。宝生流主催の定期の以外は弟子家はやってはいけないというふうな一応不分律がありましたんですけれども、滝技能ならいいかなと思って、それで家元に相談いたしまして、その時のお家元、はい、宝生房夫先生、私の6歳からの先生ですから、何でも言えるということで、それでちょっとお願いいたしましたら、他にないからどうかな、でも1年間かけて準備して、それでやれるようなら
やっていいと。ただし、一回こっきりで潰れるようなことじゃもうダメだからねということで、まあ是が非でも私どもは2回3回とやらないといけない羽目にはなったのですが、そこからまあ最初は一夜限りでお能を2番やったと。そこからいろいろ形を変えて2夜やったり、あるいは昼間にやってたこともあったと思います。そうですね、桜の宴のという題目で昼間に能一番狂言一番やったんですけど、やっぱり、どうしても夜の方が圧倒的な人気がありまして、夜桜というのがやっぱり幻想的なロケーションになりますので、やっぱりその方が人気があったんで、桜の宴のは1回だけで中止にいたしました。いろいろまあ試行錯誤があって、3日間、舞林一番、狂言一番、お能一番のプログラムを3日間、やるというふうに落ち着いてきたと。そうですね、まあそれもお客様あってのことで、お客様のご支援がなかったらとっても3日間なんていう、まあ、大それたことにはならなかったかもしれませんけれども、ですから非常にまあ主催者としては今嬉しい限りでございます。過去、まあ、約30回28回の中で大変だった思い出というのはありますでしょうか。そうですね、まあやっぱり多岐のですからお天気に左右されますので、まあ非常に雨が降ることがやっぱり心配で心配でしょうがないんですけれども、でまあ今ほど、お客様がスマホでお天気を、調べて、急に雨が降りそうだとかっていう、そのいろんな予感で、こう避難されたりっていうことができなかったもんですから、どっと大雨が降り出した時にはやっぱりかなり大変に、皆さん参集所の軒下に、入られたりなんかして、もうその時は大変でした。と反対にやっていて夜桜能をして続けていて良かったこと、嬉しかったことっていうのを教えていただけますか。まあそれは私毎年能、をさせていただいてるもんですから、まあ明らかに能楽堂でやるのと違う能面の中から、綺麗な桜が自分が花見をしちゃうなんていうことは本当にもうありえない話なので、まあ、これが本当の幸せですね。はい、いろいろお話を伺ってきました。夜桜の本年は第28回目となります。